島を脱出できるんですよね。のんびりしていると噴火に巻き込まれる。急いで探そう。これはクレンの魔導士を倒すまで死ぬわけにはいかねえんだ。というわけで、絶景伝説 D トライアルズオブマナ実況プレイのパート21やっていきたいと思います。噴火寸前の火山島から脱出するためにですね、この岸辺の洞窟のどこかにいるであろう、海の分子を探しに行きたいと思います。そこは私に任せて。よいしょ。よいしょ。この調子で行こう。飛び降りれたりとかっていうことではないよね。さすがに高すぎるか。よいしょ。よいしょ。オッケー。一緒だと負ける気がしません。で、これで下のエリアに来ましたと。あ、ここだ。パートナイフ。オッケー。よいしょ。お、宝箱。進化すればいい。金色のアイテムだね。出た、ホイミスライムは違う。よいしょ。はいはい。短期は損期だよ。さてと、よいしょ。よいしょ。ため攻撃の4段階目のこれ強攻撃になって、この辺の敵は全滅させたようだな。よいしょ。さらに強い相手と戦える。うん、危なかった。行きましょう。1ポイントじゃな、もう1ポイントぐらい欲しいか。お、
霧のペンダント。これか。にしてもあれだな。デュラン用のアクセサリーがないんだな。よいしょ。当然の結果ね。よいしょ。これで。撃っちゃえ。レベルアップ。どうすかな。ファイヤーボールの習得はしておきたいけれど、これもいいな。逃げちゃおう。よいしょ。するか。そう。間に合わなかった。リースはなんとするべ。リース一番忙しいんですよね、割り振りが。次はどうしよう。ヒールかな。先で、どんな作戦でいきましょうか。ご了承。喜んでないで。先を急ぐぞ。はいはい。結構消耗したんだね。OK。 よいしょ。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。お、銀色アイテムなんだね。
私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなので、赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女か。ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのでね。なんだと、ふざけんな。黒の貴公子ってのは何者だ。お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。とうとう噴火が始まっちまいやがった。くそ、もはやこれまでか。こ、出た出た。なんだこりゃ。助けてくれるのか。ふっ、なんとも言えねえビジュアルだなこれ。しかも結構でかい。残りのマナストーンのことを聞きにフォルセナの陛下に会いに帰ろう。 OK。 お、リンクアビリティ職 HP アップ2、常時 HP60、 結構貴重なアビリティじゃない。にしちゃおう。 お、いいね。では陛下のもとへ。さて、新しいマナストの情報は得られるかな。次行き先としては自由な感じになると思うんだけどな。
地に戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよ。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。まあ一段階してあるんで。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏閣から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。奴が助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも、砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。はい、ピーヒャラブを手に入れた。はい、というわけで、残りの精霊探しもしていくことになりました。まあ、紹介もらった順番に行くとすれば、次はアルテナですかね。アンジェラの故郷の方にね、行くことになるみたいだ。そこに話しかけたいんだけど、まず回復させて。ほい、一応ね、セーブしておきます。はいはい、マイアか、マイアまで行く必要あるのかな。まあ、でも一応マーク出てたしいいのかな。
ここまで飛ばされたんだろう。浜辺が近いからかな。浜辺でピーシャラクを使ってブースカブを読むことができます。ない、あれというか、なんかつけれるけど、どうしよう。おお、これあれだね、ケビン編だからケビン使うデータといいかもしれないね。では、早い早い早い、思ったよりも早い、めっちゃ早いじゃん。めっちゃ早いじゃん感動して2回言っちゃった。商品揃えてるよ。お、武器が売られてる。結構いいならすんな。ニュースも買えないかも。大事にするわね。やっさ、いい商品揃えてるよ。またのお越しを。どんなモンスターがいるか。おお、いいね。いい商品揃えてるよ。踊ってる奴がいる。またのお越しを。いい商品揃えてるよ。高えな。
なかなかの品だな。これはいらない。いい商品揃えてるよ。いい買い物したわ。待てよ。いい商品とりあえずケネリ購入ですけど、これった。またのお越しを。よっしゃ。さあじゃあね、まあ新しく海を渡る手段として、海の主ブースカブーを、仲間にすることができましたよと、いうことでね、またこれで各種のマナストーン遊びも楽になりそうです、まあ、とりあえず今回はここまでにさせていただいて、まあ次回ね水のマナストーンを探しに行こうと思います。精霊の手が出てたな。装備品？いいよ。さあ金アイテム、これ絶対いいの出てくるでしょって信じたいけどね。わっ、うん、はいはい、なんかどうなんだろう。まだこれの経験値が少ないからかな。手に入れたやつはなんだ。おお、猛毒ちびっこ状態を無効。しかも誰でもそれできるのこれ。ちょっと魔法防御下がるけど、あとこっちでいったらいいな。いいね、ラッキー。つけるのなかったからさ。いらっしゃい。じゃあとりあえずここはここまでにさせていただきます。ほいと、またのお越しを。はい、では聖剣伝説3トライアルズオブマナー実況プレイパート21、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。